はい、皆さんこんにちは。では皆さんに本当の熱男リレーを聞いていただきたいと思います。あ、やば、38.5 度や、熱男この熱をダメダメ熱いのダメダメエキセントリック中川発車します。出発進行木曜のお昼、いかがお過ごしでしょうか。愉快な近所仲間と一緒に中川市のあちこちの自宅から中市レディオシンジケートに乗せて30分間、首相のは小さい、都知事のはでかすぎる、ちょうどいいサイズのマスクは東京にはないとかいなと思っている素敵なあなたにお届けしますイエイ。ではご挨拶を。こんにちは。いやー、暑くなりましたね、急に。みおさんでーす。はーい、声は元気ですけどね、せちがらい世の中で車ぶつけられてちょっと体が痛い人ちゃんでそうだった、そうだった、大丈夫かはい、はい、さすがに西畑も今日は暑かったです。アスミンです。はい、そろそろ短パンの季節ですよね。このトレードマーク短パンを来週ぐらいから発動させようかなと思ってます。ピッピでーす。久しぶりに散歩で小学校まで行ってきたら道が随分変わってて迷子になりそうでした。マルコンで迷子にはならんね。あそこらへん発展しようもんね。そうなんですよ。だから二車線が伸びたっちゅうだけでしょ。そうそう。道は変わってないでしょ。変わってない、変わってない。広まってますね。広くなったってなんでね。今日まだ今顔が映ってますからね、皆さん。笑顔で笑顔で。まあ今日もね、オンラインの収録ということでですね。はい、家からですね、皆さん。そうです。今日せっかくいい天気やったのに家からですね。しょうがない、もうステイホーム。暑くない？でも昨日今日と暑くね。暑い。あれ夏になった。ね、26とか7度とかでしょ？最高。うんうんうん、でも東京というか向こうの30度、どっかが30度超えたとか。マジで。で、丸さんは38度らしいですよ。やばい、やばい、やばい。でもこれ検査受けて、マスクは今だいぶ僕らも慣れたけど、これから気温が上がるとこう暑いっすよね。蒸すというか暑いね。あれがちょっとたまらんと思う。確かに俺ナックコに買い物行ったらレジの人があのフェイスシールドしてて、あ、大変ですねって言ったら、これ暑いんですよ。 あれ暑いね。ナックコめっちゃ、俺昼に行ったらめちゃめちゃ多かった人がやっぱホームセンター今すごいって言いますよね。まあ、ところでその、マルさん、その、なんすかその格好。そうそうそう。先週の続きをしようだけ、一人で。そう。あの、恥ずかしいんです。顔出しが恥ずかしい。もう多分、ここら辺はもう映ってないんでしょ。映ってないの。もう。で、何の話をするんですか、まず。いや、あ、俺もね、朝からね、今日ね、あの、散髪、ちょっと髪の毛伸びたんでね。あの、散髪。めっちゃ伸び、それ、めっちゃ伸びとるやん。伸びすぎ。なのに、そんな、なんか全然さっぱりしてない。とりあえずあの散髪行こうと思って、あのスーパー鴻池に行こうかなと思ったんですよ。あ、あの安いところ。そう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 。それでね、そう、朝8時半に、あ、8時半からなんですよね。あ、8時半に行ったら駐車場が満杯で、よかったね。普通にいましたね。うわ、これは断密であったんでね。好きね、断密。断密好きやねん。
たまにはなんか違う3つマングローブとかにしとったちょっとバリエーション作らない。そうね、徳光、徳光和夫とかね。あー、そうそうそう、まあ、親戚やもんね、徳光さんと、ね、そうそう、親戚や、親戚、親戚、甥っ子やったっけ甥なのか姪なのか、甥やそう、ちょうど間ぐらい、それね。なんなんすか、あの女装家ってのは。女装ちゃんといかんのですかまたある団体、ね、とある団体から反感買うようなあなたも変装してますよでも今流行ってますよね、女装。流行ってる。いや、流行り云々じゃなくてね、やっぱりもうそういうね、もうそれ丸さんね、もう今ね炎上燃えますわ。で、何の話するとって、なんか今の若い子でもな、別に女装ではないけど、結構ね、ああいう女性的な服装っていうかファッションとかもやっぱちょっと中性的になってきましたね。あ、なんかニュートラルっていうかね、なんかこう、うんうんうん、ちょっと前で言うと、あの中山美穂の旦那のあの辻人生がなんかそんなこと昔言ってたよ。10年ぐらい前に言ってた。うん、だから多分男女の垣根があんまなくなってくるんじゃないかな、これから。あと最近の流行りはあのマットかね。マットかね。マットか。すごいっすよね、あの大エースの息子があれだもんね。姿がブスやけんね。すごいな、ま、また出た炎上発言、また出た今日話が弾むな。もうこれね、オンラインにみんな慣れてきたっちゃう、ね、あのちょっとずれるのなんか織り込みになって、織り込み済みになってで、何の話するとって丸さん。まあ今日もこの5人でみたいな時間になったんじゃないですか。あ、そうやね、もうこれじゃあ、4人まだもうちょっといいんじゃない、もうちょっと。どう見えんって、あんたグラサンしとけんって。夜にせんでいいやろ。恥ずかしいんですよ。誰も見とらんって。丸さんのことやら誰も見とらんって。市長が見とったら困るじゃないですか。見とらん、見とらん。なんか市長見とらしいね。そうそうそう、聞いとる、ね、あのいいね、いいねしてくれてた、いいねしてくれてた緊急事態宣言の放送のさなかにね。聞こえた、聞こえた、今日聞こえたね、聞こ、僕も今日聞こえました、朝。これ言ってることはこの間と違ったんですか。同じような、控えましょう。同じじゃないですか。控えましょうです。うん、動画も出してましたよね、市長、ね、動画、動画見ました。YouTube でなんかちょっと ニコニコしてましたよね。もう多分自顔なんですよ、あの方は。いつでもああいう顔なんじゃないかな。何やろうとんねんと思って。だんだん発言が危なくなりようけん、次行こうか。いいね、これはじゃあラジオ終わってからゆっくり話しましょう、そこら辺は。じゃあ今日はこの5人でお送りいたします。エキセントリック中野中野。では皆さん、ご唱和ください。喜んで中野は愛を語ろう、語ろう、よかった、バイバイ。まあ、ここでちょっと訂正とお詫びですけど、まあ、市長に対して、何笑うとんねんって発言を私いたしましたけども、市長を聞いていただいている可能性もありますので、ありがとうございます。竹瀬市長はね、もう本当、あの福顔でですね、笑顔の素敵な方なんで、それが、あの、性格がね、顔もにじみ出てるということなんです。そうだと思います。今後ともエキセンをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵なメッセージでしたよ、はい、ありがとうございます。大和田爆の次ぐらいに素敵でしたよ。また余計なこと。なんでそういうこと言うの。でいや、あんまりこうね、もうコロナの話するの嫌なんですけど。って言われよ、毎回。やめようって前から言うな、もう何回言いよ、もう。丸さんの大好きな話題でしょ。ねえ、ほんと丸さん好きだね。何回ありゃシンコロってすぐ言うけ。まあ、笑い飛ばそうってことね。もう実は笑っちゃいけないのか。丸、まま、さんの心がコロナに感染してん。まあ、あの、MK レストランさんね、なんか看板が降りてましたよ。そうそう。びっくりしましたね。でもなんかあれね、俺思ったけど、うん、そのこの、第2クール変わる前のやすみんの
時、前、ヤスミンかなんかが、なんか、MK を近く通ったら看板が閉まってるみたいな、なんかトーク俺らせんかったっけ？もう言った？その頃？だっけ、あれ別に、今回のコロナの影響じゃなくて、なんか売り上げが下がったからじゃないかなって俺ちょっと思ってたです。いやでもどうかな、コロナの影響はある、そのコロナがこう流行ってきたけん、ああいうところはもうね、採算取れてないところは早めに接種っていうのがあるから、ね、多分コロナの影響なければ、多分なんか契約とかがあるはずやんね、最低何年とか。そうね、そうね。うん、ああ、そうか。ね、うん、じゃあ、あそこ潰れてしまったらまたね、じゃあ次何、キャプテンの2号店かなんかできるんですか。わお。そうやろね、キャプテン2号店やろね。よし、頑張ろうかな。丸さんが働きようよ。丸さん、もうね、トリプルワーカーにならないしゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶとか出そうかな、うちも。行こう、昭和のしゃぶしゃぶ屋さん出そう。うん、ちょっと、いいね。エロいやつ、エロいやつ。高いところ、物取るやつね、こうやって。そうそうそう。丸さん、意外と俺ら話広げたんで、あとよろしく。いやな。今日いいね、今日いいテンポできてますね、これまで。あとあれですよ、ミオさんに酒が入ってるからですよ。そう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 。今日ね、もうなんかね、ちょっとしたなんかあれでね、飲んできたんですよ。いや、いいですよ、いいですよ。今、MK の向かいにね、中華料理屋さんが来たって話はもう駅伝でしたっけ？ね、ちょっとしたっけ？してないかな。あれな、お名前なんで、なんて名前でしたっけ？トフやった。トフさん。あっちにあるよ。春日のね、春日の元ミスターマックスの向かい。三州丼ができたところの近くね。そう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 。いや、ようこの時期にあのトフが来たなって。うん。ねえ。なんか最近あんまりほら外出てなくても全然飲み会とか行ってないですけど、まあなんかいろいろテイクアウトとかやってる割に、この間ふと思ったら中華を全然食ってないなと思って。まあチャーハンとかちょっと食べたけど、中華料理を全然食べてない。なんか酢豚とかね。なんかああいう麻婆豆腐とかが食べたくて。これ終わったらみんなで行きましょうか、あそこ、トフさんにね。うんうん。なんか中華食べたいなと思ったよね。高円さんとかやったらテイクアウトやってんのかな。いや、あの、トフ、うん、トフって意外とね、あの、うん、貴重な、その、宴会ができる広さ。ああ、なるほど。そうなんだ。ね、味の中側に次ぐ、ね、ある程度の人数が入れる。そう、あそこ広いですもんね。うん。期待しましょうよ。うん、なんか ね、せっかくだから、応援しましょう、皆さんで、うんうんうん。今日はなんとですね、うん、もう、キャプテンさんからですね、デリバリーをしていただき、うん、ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。そうなんだ。今日デリバリーサービスも使っていただいてね、ちょっとね、いろいろお待たせしちゃいましたけど、すいません。いやいやいや、ちゃんと来ていただいて。今日ね、ちょうどね、うちでっかい木があるんですよ、1本10、15メーターぐらいのね、大きい木があって、それちょっと、俺叩けるからって言ったら、ちょっと親戚の人たちがね、このご時世にね、うちまで来ていただきまして。で、ちょっと切ったんですよ。だから、ね、木を切った。木のね、枝を落としたんですよ。ああ、なるほど、なるほど、ね。で、その時にね、お昼ご飯どうしようかって、じゃあちょっとキャプテンさんにお願いしようぜって、ちょっと少なかったですけどね、お願いしました。ありがとうございます。おいしかったでーす。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。はい。そのこれで行くんだ。これ顔映ってないんですけど、そのポーズで終わるのやめてもらっていいですか。無言で。声しか映ってないのに。まあ、じゃあ次、はい、ご承諾くださいから行きますよ。はいよ。ご承諾ください。喜んでー、刀く合わないから。奇戦的ここかなこれね。さて、このコーナーはですね、うん、世の中に事象に対して、この一戦がどういう判決、うん、決着を出すのかという素晴らしい企画ですね。ほうほう。これ何、丸さん、毎週すると？いや、まあ、ネタが、まあ、尽きないうちはやろうかなと。毎週するとって、えらい不満げな声ですよ。まあでも意外とありかもね。うん。こういうのも、ね、面白いですよ、面白いですよ。じゃあ、エキセン的心を英語言ったらダメでやったらどうですか。ハードル高いな。じゃあこれ、丸×出るんで、ちょっとここ映像オンしましょうかね。
ね、ほとんど映像あるじゃないですか。YouTuber になってきたもん、みんなね。さあ、皆さん、はい、丸バツ持ってますよ。はい。マスター、お願いします。はい。じゃあ、第1問。じゃじゃん。ね、バラエティ番組を見てますと、ちょうど微妙な、いや、微妙な歌かな。あのね、フォルテッシモを歌うお姉さんが出ておりますけれども、いわゆるリンゴちゃんです。ああ、うんうん。もう若干懐かしいな。最近見ない、うん。もう最近逆に見らんくなったよ。本当？リンゴちゃん。リンゴちゃんは、ありかなしか。ってどういうことかな、ありなしって。リンゴちゃんが、リンゴちゃんはあるよ。存在するよ。人がありなしってどういうことかな。好きか嫌いかですよ。いか嫌いか。リンゴちゃんはあるかっていうけど、存在するよと思って。でーん。こっち。まあこれで、まあ絵出てるから言わない。あれ、うん、あれ妙さんが透明人間だったり。透明になる。そう。はい。OK でーす。わかりました。一回下ろしてください。もう一回で取り直すんですね。一応、話し合った後もう一回取り直すんですね。×が2つ、丸が3つでしたね。そうですよ。はい、じゃあ、丸の意見を聞きましょう。丸の意見。丸の意見で、みほさんどうですか？みほさん飲んでるけど。お茶ね。まあ、お茶なんだ。ありなしって別にあり。そのな、なしの理由が特にない。いとちゃんは？いや、その、何を訴えるか、彼女ってこう、もともとゲイバーっていうか、そういうところでも働いてたし、YouTube もやってるけど、俺らに認識されてるのってテレビに出てる芸人っていう枠なのね。面白いことやってる芸人っていう感覚でこっちは見てるんで、視聴者が笑って面白いなって、まあ今は消えたけど、別に面白ければそのやってることとかを別に何も否定はしないから、モノマネ芸人っていう枠で捉えてるから。あつみんはどう思ってます？あつみん知らんかったもんね。テレビが映らないんで、あんまり見れないんで、なんか誰かなって今日聞いて、ちょっと動画を見たら、ああ見たことあるかもっていう感じで、ちょっと動画を何本か見て、面白かったので丸です。あ、丸なんだ。じゃあごめんなさい、順番でキトピーどうですか？そうですね、まあうち子供たちも結構好きだし人気があるなと思うんですけど、まあ最近やっぱりちょっと出てないのは、あの芸風だとね、だけだと長続きしないかなと思いますね。うん、ちょっと飽きられた感はあるね。そう、だから、まあ、ほら、モノマネ芸人だったら普通にモノマネのバリエーション増やしていけばいいけど、なんかちょっとインパクトやもんね。そう、スタイルだと出落ちじゃないけどね、ちょっと単発なんだろうな。だから、伊藤さんさっき言ってたみたいに、他の活動をね、なんかもっとやっていくなら、俺すごい評論家みたいなこと言ってるな。まあでもそう、そんな感じで。その芸がもうそのモノマネで実際に才能というかネタが切れたから今消えてってるじゃん。そうだからそれでいいと思う。だけど自然な流れだから何も否定しない。なるほどね。これがね、こう面白くないのに未だに出続けてるとかだったら俺、うん、多分罰を出す。これなんか丸と罰難しいね。これはまあ固定だから。そうね。まあまあ、であればそうそう、別にそういう意味では僕も丸ですよ。でも丸さん罰やったですよね。罰の理由は？おじさんにしか見えないっていうね。おじさんにしか見えないから罰？うん、それだけ。罰の理由が薄い。だってそのおじさんに見えてしまうっていうのを面白さにしているのがネタだから。うん、そう。最初の話もさけど、マルさん、ああいう女装的な人苦手なんだ、もともと。苦手かもしんない。そもそもそこから来てるな、盾は。あ、いいですか。じゃあ、もう、再度、皆さんに問う。はい。りんごちゃんは、丸か、バスか、どうぞ。丸。丸さん、丸になっとるし。丸になっとるし。もう僕も丸出さざるを得なくなった。みんな丸。みんな丸でございます。まあ、駅こことしては、もう、りんごちゃんは、ありということで、やっていきたいと思います。はい、では、皆さん、心をね、無理して聞いてくださいよ。あなたもね。あ、ゲゲゲの鬼太郎ってニューシリーズでやってて、前ね、97回で1回、野田ヒョンが出て終わったんですよ。うん。うん、でね、またね、今回ね、再放送でまた1から始まったんですけど、
猫娘って出てるの知ってます？子供ビジュアルがだいぶ変わったやつね。そうそう、あの猫姉さんって言われてるの、おまけに、あ、名前変わったんですか？猫姉さんで、うん、猫姉さんで出てるんですよ。あ、娘からお姉さんに変わったんだ、うん、そう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 、なるほど。あれはあの丸か×かちょっと待って、画像で見てみたいな。あ、見てなかった？まだ見てない。あら、あー、うおすごい。そんなんすよ、わかりました。じゃあ行きますよ。猫姉さんはありかなさん、どうぞやっぱり俺だけか。だいたいあれでしょ、そのこのネタにするのって丸さん全部バツ見したいやつをネタにするのよ否定したいのをネタにしてるだけ。そう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 。はあ、なるほどね。もうゲゲゲの鬼太郎はね、初代から見てるからね、あのゲゲゲの鬼太郎としてはやっぱりですよ、それは私から言いますけど、ゲゲゲの鬼太郎、あの僕が一番好きなのは袴鬼太郎っていうのが好きなんですよ。ああ、今子供が読んでる、それ読んでるでしょ。僕のとこ載ってるよ、ほら、うん、めっちゃ綺麗なの、うん、でね、それでさ、やっぱりね、水木しげるのね、心とはちょっと違うのかなっていうのが思って、私罰なんですけれども、皆さんどうですか？まあ、じゃあ代表して伊藤ちゃんどうですか？いや、私はその鬼太郎といえばちゃんちゃん子とか目玉の親父、ネズミ男、ああいうあのネズミ色着てるっていう、もう定番があるじゃないですか、うん、それを全部覆したらもうストーリーがぐちゃぐちゃになるけども、ほとんど残しつつ猫姉さんだけ変えたってとこが肝だなと思って。で、なるほど、昔見てた人も見れるし、うちみたいに子供が見てたら昔はこうだったんだよっていうので話がすげえ盛り上がるんですよ。それで子供とのコミュニケーションも取れてるから、なんかいい戦略だなと思って。だからあれっすよ、そういうのを丸さんがあれっすよ、時代についていけないっていうやつですよすげえ否定されてるオタク代表でマトさんか、マトさん、あ、もう猫姉さんはもうありです。あり、あの最初私もちょっと違和感あったんですけど、あの 猫姉さんのキャラがすごくかっこいい、もうほんと姉さんっていう感じで、しかも姉さん途中で幼女になるんですよ。見てる、もうオタクのからしたらもうあんな美味しいキャラないですね。わかりました、じゃあサイダーあげてください。猫姉さんはありかなしか、どうぞー。また丸になると丸さんじゃあ猫姉さんありね、あり、みんなあり、それでいきましょう今日これ2問ぐらいでちょっと終わりじゃないですか。もう終わり、もういいのかな。じゃあまた時間に回してみましょうかね。わ、うん、かりました。では今日ね、なんもないっちゃん、ではじゃあちょっと展開曲入れていただいてお願いします。はい、エキセントウェイク中野中野。はい、スポーツで人生をより豊かにをキーワードに毎週さまざまな情報を発信していきますよ。オンラインの皆さん聞いてますか？皆さん一緒にラブスポー。今日はね、あの先週ね、ちょっと美人アスリートの話をしたから、私ゴルフ好きなんで、ゴルフって今結構熱いんですよ。うん、でやらない人はちょっとピンとこないけど、やらない人でもなんかテレビで見たことあるっていう話はあると思うけど、今黄金世代って言われてる世代があって、ゴルフのね、女子プロ1998年生まれ黄金世代って言って、たまたまその年に生まれたプロゴルファーがむちゃくちゃ今活躍してて、まあ、渋野日向子、渋野日向子、略して渋子、うん、とか、まあ、いっぱいいるんだけど、その中で、まあ、抜群に可愛い子がいて、お、多分言ってもちょっとピンとこないと思うけど、三浦桃香っていうプロゴルファーがいて、聞いたことないよね。知る。で、はい、三浦桃香、その黄金世代98年生まれのプロゴルファーが今どんどん活躍してて、世界に向かってね活躍してる中でも、俺が思うには一番可愛い、ルックスが一番可愛いプロゴルファーですよね。ただ
ちょっと残念なことを言うと、やっぱりこう可愛いのと実力っていうのは兼ね備えてるのはできればいいんだけど、三浦萌歌ちゃん最近ちょっといろいろこうあって体調崩したりとか実力が伴わなくて、ちょっとプロ資格を今こうちょっとない状態になってしまって、今年参加できなくてだね。プロ資格ってなくなったりすると、なく、まあ、厳密に言うと、まあ、これ話すとちょっと長くなって、うん、プロってね定義があって、まあ、そこの定義に今入ってないんだけど、うんうん、で黄金世代ってテレビいっぱい出てるけど、そこにいっぱいこうメディアにも取り上げられてるけど、三浦萌歌ちゃんは残念ながら出てないんで、この三浦萌歌ちゃんがどういう子かっていうのはネットで検索してもらいたいけど、もうとりあえず可愛い、それが一番言いたいことだけど、まあ、これだとちょっと説得力がないので、せっかく言ったついでに言うと、まあ、フェアウェイのアイドルっていうのは三浦萌歌ちゃんって今言われてて、まあ、ちょっと今残念なんで、じゃあフェアウェイのスーパーモデルっていうのって、まあ、原絵里香って言って、わかんないかな、まあ、原絵里香もちょっと検索しといて、これはちょっと時間の関係でまた今度話しますちょっとプロゴルフのマニアックなネタでしたけど、伊藤ちゃんのラブスポでした。いえ、美人好きやな、うん、あ、出てきた出てきた、それ誰、原さん、これ三浦桃子、三浦さん可愛いね、やっぱりね、可愛らしい。またヘリ原エリカまた次回話します。来て来て、じゃあ次アツミンかな、お願いします。はい、お願いします。の今日もおたかつ、イエーイ、イエーイ。今日はですね、背景にちょっと今日はゲーム画面を持ってきてたんですけども、おー、ほだほだ、キングダム2クラウンというゲームを紹介したいと思います。でこれもともとは前作でキングダムニューランズっていうゲームがあって、先週紹介したツーブロの音ジャ君がですね、動画を2年か3年ぐらい前にアップしていて、でそれを見てちょっと面白そうだったので、私タブレットの方にちょっとダウンロードして、ゲームを私も実際にプレイをしてっていうのがきっかけで、このキングダムのシリーズっていうのをちょっとハマってたんですね。で、1回もクリアして、で、まあ、2年ぐらい経ってて、で2018年にその続き続編で2クラウンっていう2人でプレイできるようになったのが出てたんですけども、まあ、それちょっと買ってなかったんです。でこの間ちょっと旦那が思い出したかのようにニューランズの方をずっとやってましたら、ツーブロのアニジャさんとオトジャ君が2クラウンの動画を出したんですね。でその動画見たらやっぱり面白かったので、もう速攻買いにダウンロード版をダウンロードしまして、で今2人でプレイをしていますでどういうゲームかっていうと、左右にしか動けないんですけども、王様、プレイヤー王様になって、自分の王国を守って、モンスターが毎夜毎夜出てくるので、そのモンスターを雇った国に見て、弓矢とか兵士とかを雇って、でそのモンスターのがこう攻めてくるのを壁を作って、こう弓矢で攻撃をしてモンスターをやっつけて、毎日守って、あと広げていくっていうゲームなんですけど、王冠を奪われるとゲームオーバーになるんですけど、ニューランズの方は王冠取られるともう全くのゼロからのリスタートなんですよ。ですっごくそれがなんかもう鬼畜ゲームで大変だったんですけど今回はどっちかが持ってたら王冠持ってたらまだプレイが続けられて、でもう一人の失った方の王冠も取り戻すというか、新しくすることもできたりとか、あとゲームオーバー、2人とも取られてゲームオーバーになっても、なんかそのアンロックしたものでもグッズのアイテムみたいなものはそのまま残ってもう一回使えるとかっていうところがまた少しぬるくなっているので、でもまあ難しくなった部分もあるので、やっぱ面白いです。興味があったらぜひやってみてください。いいね、なんかいいマニアックやね、おたかつ的でいいし、ちょっとこれ映像出しますけど誰ですか、その上にいるのは誰ですかはい、じゃあそろそろエンディングですよ。エンディングですよ、まあ、なんかエンディングに向けてマルさんなんかどんどん変装なんかさっき皆さんの色も違ってたし、これ監督ですよね。声が通らなくなって締めてください、丸さん。また早っ
今日はスムーズでしたよ皆さん、今日はスムーズでしたよ、だいぶ慣れてきましたね。はい皆さんまた頑張ろう、はい頑張ろう頑張ろう日本、頑張ろう育成、監督声こもってるけどお会いしましょうお会いしましょうさようなら、またねー。